っぱりいいメンバーで打ってるとこうなっちゃうね。なんかさっきから縦にしか当たらないハイが統一落とし、して当たるって2局連続でやったじゃないですか、ね、急走と、うん、チュンときついですよねこれ打ってる方は。うーん、うん、って感じですよね、うん、これもポンだね。これはゴーさんはもう天候状況関係なくポンなんで孫うことなきポンですね。なおポンは親番鈴木です、うん、いや急に殴り合いになってきましたね。いいね。今日は全4半ちゃんの合計スコアを競っていきます。おっと河野もいい手ですね。ハクチュンだ。ここ初めて映ったけど、はい、いい手だ。ただ下茶が仕掛けてます。リアンソチーなんだよな。うん、しかもなんかどこ染めるにしても どの色みたいな。これチーなんだよな。チーなんだよな、まあ、チーしてさすがにローピンですか。どんとこいだマンズ。まあそうですね、もう短期テンパイも辞さない。むしろ短期テンパイになりたいくらい。なりたいね、はい、やっぱり堀さんは短期テンパイ好きなんだ好きそうですよ ね。まあそうですね、選べますからねチュンポン、はい、これ全力ですね。もう全力ね。うまくいったらトイトイになったらいいなみたいな。渋川全力。おマンズ短期に。おー短期になった。ラッキーラッキーラッキー。選び放題で、まあ、3万短期にしますね。ちょっともう3万すでに馬強がちょっといいんで。んー、あそうでもないか。いや河野さんがリャンマン切ってるだけですでも山さんですよ。イーマン切りは自分でした山さん自分の情報は何の参考にもならないですね、はい、山さんか。山さんです。あチートイツのいいシャンテンにもなった。メンツでもいいシャンテン、はい、チュンをポンしている渋川。下茶の鈴木も見ながら打たなければなりません。そうですね、ペタン、まあ、変えますね。さすがにペタンね。はい、これも山さんです。チーね、もう大好きだもんねこれね初を2枚抱えて安全な進行。なんかこれユウさんの顔見ると、はい、こう本一に行ったのかなみたいに見えますね。あ見えますね、うん、ソースの本一へ。渋川です。これで白を持ってきていいシャンテン。勘か。催眠勘しない。しなかった。お二人はしますか。えしますね。僕もしそうですねこれは。あ泣いた。あチーテンか、うん、シビア。まあ取りたくなかったと思いますけど ね、うん、河野がここで先手のテンパイを取ります。スーソーパーピーのシャンポン。あここもサブロソーか。まあ両面にしますね。あゴーさんの三蔵間に合ってないわ。あらら、ただペタンもあるから誰が勝つか全然わかんない。ペータンキー鈴木、渋川サブローソー、河野がスーソーパーピン。この3層ですね。切るなら先ですね、うん、ただもう危ないんで、すでにほう安全なシャアから現在さ、あっあらチュンポンしてるんですよ。ポンで三蔵打たない。三蔵当たりだと思ってんだ。もう、うん、そうですね、もうちょっとリスクとリターン合わないなっていう感覚なんですよね。でこのパーピンも止まりました。パーピン止めた。そして三蔵重なった。初切れる単ヤオになった。なんじゃこりゃ。うまい名人芸だねみんな。初ポンして三蔵出ると思いました。そしてペーがこのタイミングで出る。いや面白い今の鈴木の表情見ましたか。なになになに、大丈夫パーピン当たってますよ鈴木さん。いやいい抑えだね。いやーピー何これ。そしてタイヤをテンパイ全員パーピン待ち。サブロッソー対パーピン3人。パーピンが3人面白いね。あとスーソー誰が勝つ。あとスーソーですね。渋川さんはスーソー持ってこない限り。次はパーピンからなんかの町に変えることはあるんですかね。うわーそうこれ上がりきった。一番最後からやってきたタイヤをのみ。ローリングの300、500。すごいローリングのケロちゃんでしたっけ。ケロちゃん、ケロリン、ケロちゃんね、ケロリンね。うんすごいですね今の曲。今のは芸術的だね。芸術性高かったですね今の曲は。高いね、うん、渋川だけ普通でしたね。そんな、はいマージャンスリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。マージャンに関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。
また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。